初日で戦える手応えをつかんだ初戦、郡司航平。動いたのは九州勢、5番の山田秀明、早くも動きました。3周回目の今2センターから4コーナー、近畿勢は一旦ここは7番手まで下がりました。5番の山田秀明が先頭、九州勢5番8番、3番手に6番郡司航平、今打掌周回、赤マンを通過したところで、ここで9番の脇本裕太が上がっていく。合わせて6番の郡司航平が1人で上がって第2コーナー、近畿勢が外から行きます。早くもスイッチを入れますか、9番脇本裕太、今ジャンが鳴りました。近畿勢が先制攻撃、2センター6番郡司航平4番手、5番車の山田秀明が5番手、そして7番車原田健太郎は7番手です。1番後ろから浅井光太が仕掛ける、 400m を切った、全力で行く9番脇本裕太、車間を切りながら3番村上義弘、浅井光太まだ6番手あたり、そして4番手から6番の郡司航平がまくった、郡司航平のまくり、バンテから3番の村上義弘も出る、さらに外から今度は5番の山田秀明が来る、2センターから4コーナー、郡司航平が先頭に立った、郡司航平先頭だ、外から攻めてくる5番の山田秀明、郡司航平先頭だ、さあ伸びていけるかどうだ、1番車浅井光太が伸びきりました。格上相手に臆することなくぶつかっていくでしょう。まず動いたのは難関勢、早くも難関勢動きました。3周回目のバックストレッチ、山中秀武が脇本裕太を抑えに行きました。8番小川慎太郎が4番手と外に上がって、近畿勢は車を引きます。2センターから第4コーナー、スローペースに落としている9番車山中秀武、8番の小川慎太郎がどこから行くのか、今のところ4番手で2番車の脇本裕太を抑えて、今度は5番車の渡辺和成が動きました。打掌周回に入って東北勢が行きます。5番6番一旦流す、5番の渡辺和成、8番小川慎太郎3番手、2番の脇本裕太は現在8番手です。さあ鐘が鳴りました。600を切ったところで2番車脇本裕太が勢いよく仕掛ける、8番の小川慎太郎も動いていくが、脇本裕太が行く、5番の渡辺和成も踏み込んで、ここは近畿両者を出させるか、5番の渡辺和成、近畿勢が行った2番7番3番手に飛びつく5番の渡辺和成、8番小川慎太郎が5番手、そして9番の山中秀武のアタック、山中秀武がいいスピードで現在3番手まで上がってきた、残り200を切る、2番車の脇本裕太が全力で今にセンターから第4コーナー、番手は7番の村上の9番山中秀樹が3番手、先頭は2番の脇本裕太がそのまま押し切りました。2番7番そして9番あたり、6番小松崎太一が動きました。6番9番福島コンビが上がっていきます。3周回目の第4コーナーを回りました。福島勢の動きを見ている5番車は平原光太、平原光太も中段から上がるのか、打掌周回に今入っています。前段は九州トリオ、8番4番1番、中段に5番車平原光太、6番の小松崎太一が動く、合わせて上昇は5番の平原光太、8番の坂本龍馬も前々に踏んでいく、平原光太はインサイドを入って、さあここは九州での分断にした、ここで4番中川誠一郎交代、4コーナーもある、先頭は8番の坂本龍馬がナース、後ろは6番9番福島勢が入った、今度は3番三谷隆起が来た、三谷隆起が来く、後ろは村上の城、3番7番近畿両者がまくっていく第2コーナー、近畿勢乗り換えた、5番の平原ですが9番車の佐藤に一発もらった、200を切ったの第3コーナー、平原光太は現在4番手の外で我慢している、第4コーナーもあった、先頭は3番の三谷隆起、三谷隆起先頭、
後ろは7番の村上義郎、三谷育成の村上義郎が追い込んでゴールです。5番2番が福島勢、動いたのは四国勢、9番原田健太郎が動いていく、4番香川雄介がマーク、9番4番この2社が上昇、今赤番を通過したところ、800を切りました。四国勢が福島勢を抑えます。3番車山田秀明が3番手に上がりました。5番に一体雄大が下げて、3番の今度は山田秀明が前に出ていきます。九州勢6番車の芦田達弘九州勢に乗って、今度はジャンデン三重勢が飛び出していく。8番の柴崎敦今日も先行策に出た。後ろは1番の浅井康太がガードする。8番1番三重勢が先制。5番の日体雄大3番手に入った。福島勢3番手4番手、日体雄大が浅井康太の後ろ、第2コーナーからバックストレッチ、そこから今度は9番原田健太郎が来た。原田健太郎四国の2人が一気に来た。浅井康太が気づいて番手から出ていく、合わせる9番車、ここは原田健太郎ブロックしながら